潜伏寺は神奈川県川崎市三山駅区ギヌにある天台宗の寺院。天台宗に属し3号を平栄山という創設年代は不詳であるが解散は義天と伝わる。寺の中高は治検4月28日席である。本堂は1847年12月に老朽化のために建て替えられている。本尊は 不動明王で、武装不動尊霊場、第23番札所である。その他に、阿弥陀如来と、子育て地蔵村を祭り、玉川六阿弥陀の、第6番札所である。千福寺は、純祭国稲毛33書観音霊場、第25番及び、第26番札所でもある。第25番は境内にある、千樹堂で、本尊は、千樹観世音菩薩である。 千寿観禅音菩薩は、身の丈七寸の像である。山田平七という人物が発願し、千福寺所有の山林の道に面した辞書に、境外道をうとして、観音堂を建立した。道は現存しないが、宝永から天宝にわたる時代の道森の石碑が、現存している。天宝の頃に、本尊の千寿観禅音菩薩は、千福寺に遷座されて、千寿堂が建立された。 第26番も山田平七の発願によるものである。こちらの本尊は聖観世音母薩像で、身の滝は七寸六分の像である。発願当時には旧大仙街道の牧の村を大坂近くの柴原邸邸内にあった。道儀の炎上によって柴原は本尊を潜伏寺に収めたが、その年代は不詳である。第25番と、 第26番それぞれの本尊は一つの道具に安置されて共に札書を担っている。その他には薬師如来像や馬頭漢ゼオン碑、花供養碑などがある。薬師如来像は古文書の記すところによれば、家永年間の初めに農民が霊中から発見したものという。馬頭漢ゼオン碑は1863年に地元の馬飼育者が奉献したものである。花碑は 1963年に建立されたものであるが、潜伏寺ではすでに江戸時代から花の供養を取り行っていた。境内には樹齢800年といわれる胃腸の古木や樹齢400数十年という猿滑りの老木があり、それぞれ町の木五0船に選ばれている。境内には本堂のほか、三仏堂、馬頭、観音、墓地等が存在する。ありがとうございます。